僕を選ぶんだ。沖田君、彼女に危険が及ばないようきちんと守ってあげてくださいね。選ばれなかったからっていちいち指示しないでくれるかな。そうじゃ、頼んだよ。我々も谷さんの動きには注意しておくから。別に、そんなことはどうでもいいんだけどさ。それ、ネギでしょ。僕、ネギ嫌いなんだけど。どうしてそんなもの入れるのさ。僕への嫌がらせ？ふん。僕が近藤さんの養子になれば丸く収まるっていうのは分かってるんだ。僕、家族の絆ってものをそこまで信じてないんだよね。僕は沖田家の長男に生まれたのに家を出されたから、家とかそういうものなのかなって。でも、近藤さんと僕は、剣って絆で繋がってる。僕たちって、それだけで十分だと思うんだ。それに、弟弟子ならともかく、息子を先に亡くしたら、近藤さんだって悲しむでしょ。お湯沸いてるみたいだよ。味噌汁は沸かしちゃダメでしょ。味の方はどんな感じかな。なるほどね。まあまあってところかな。君にしては美味しくできたんじゃない？そうだな。剣術で言ったら霧神ぐらいかな。汗をかいた後はもうちょっと濃い味の方がいいと思うけど、そういう時は無性にしょっぱいものが食べたくなるんだよね。うん、いいんじゃないかな。大丈夫って？何が？それって
僕を病人扱いしてるってこと？君が僕の心配をするなんて100年早いんだけどな。けどまあ気にかけてくれてたみたいだし、それで帳消しにしてあげるよ。でも千鶴ちゃん、次に僕を病人扱いしたら そんなわけないじゃない。切るなんてそんな生優しいことじゃなくてさ、病人扱いしたことを後悔するくらいいっぱいいじめてあげる。泣いて謝っても許してあげないから覚悟しててよね。どうしたの？その顔。君のぼーっとしてる顔とか面白いからいいけど。なんでもない。君って最高だね。ほら、ご飯の支度しないと。ありがとうございます、千鶴ちゃん。伊庭くんさ、どうしてこんな朝早くから豚所に来てるわけ？それに、ここにも顔を出すとか。僕は、幕府の意向でこちらにお邪魔しているので、谷さんの件が解決するまで、江戸に戻るわけにはいきません。彼女のことも、乗りかかった船ですしね。掃除。八郎、おしゃべりはその辺にしておけ。はい、すみません。まずは昨日谷を見張ってくれてた斎藤新八、様子はどうだったのか教えてくれ。俺が見張り始めた後のことですが、雪村のことを気にかけているのは事実のようです。また豚所の奥のことも同様に気にかけているようでした。こちらから声をかけたらはぐらかされましたが、俺の方は谷さんが夜中に伊藤さんの部屋へ行くのを見たぜ。なるほど。その時他の大将は？谷さんだけだった。二人で結構長いこと、そうだな、半時ぐらいは話してたみてえだな。伊藤か。豚所の奥のことを何か吹き込んでやがったら厄介だな。これ以上嗅ぎ回られる前に例の禅の件、谷さんに説明しておいた方がいいんじゃねえか。そうしてえのは山々だが、何か谷が納得しそうな理由はあるか？病気で休養中の大使の飯を運んでたって説明するんじゃダメなのか？それで納得してくれる人ならいいけどね。新八が筋肉をでかくするため
こっそり二人分食ってるってのはどうだ。そんなんで谷さんが納得するわけねえだろうが。まあ二人分食わせてくれるってんなら望むところだけどよ。千鶴ちゃん、君が谷さんに呼び止められた場所って土方さんの部屋から近いよね。だったら土方さんが二人分食べてたってことにしちゃえばいいんじゃない。ちょっと待ってください。沖田君、さすがにそれは。そんなんで谷が納得するわけねえだろうが。真面目に考えやがれ。そこはどうしても二人分食べたかったんだって押し切ってくださいよ。土方さんは副長だしな、二人分食ってても不思議じゃねえだろうしよ。ったく、好き勝手言いやがって。本当にその理由で大丈夫なんですか。一般の大使を差し置いてトシさんだけ二人分食べていたということが明るみになったら、トシさんの悪評がタイの中で広まってしまうのでは。土方さんは前から評判悪いし、今更どうってことないでしょう。ドン書の奥の秘密を知られることに比べれば些細なことだしね。しょうがねえな、今はそれで切り抜けるか。お前らも後でちゃんとした理由を考えろ。原田、谷をここに呼んできてくれるか。ああ、わかった。谷さん、出かけてるみたいだぜ。非番じゃねえはずだが、どこに出かけたかわからない。わからねえ。7番組の大使にも聞いてみたが、行き先は言わなかったらしい。もしかして掃除がキルキル言ってるのを知って逃げちまったんじゃないか。そうだとしたらつまらないな。どうやって切ろうか考えてたのにさ。原田、もし谷が戻ってきたら俺のところに来るように伝えてくれ。ああ、伝えるぜ。千鶴ちゃん、僕も手伝いますよ。この膳を勝手場に持っていけばいいですか。遠慮しないでください。美味しい夕飯をご馳走になったお礼ですから。郷に入っては郷に従えと言いますし、やらせてください。あれ、夕ご飯もう食べちゃったんだ。さあね、今日は非番だしどこでもいいでしょ。食欲ないからいらない。谷さんもどうしたんだろうな。そろそろ門限だぜ。
斉藤さん、原田さん、長倉さん、副長の部屋へご同行願います。なんだ、何かあったのか。詳しい説明は向こうでということだろう。沖田さんもご一緒にお願いします。よっぽどのことがあったみたいだね。谷さんを切ってもいいって許しが出たんなら嬉しいんだけど。何があったんでしょうね。皆さん方の様子からするとよほどのことが起きたんでしょうか。伊庭さん、一緒に来ていただけますか。それから雪村君、君も。我々もですか。はい、わかりました。いきなり呼び出しちまってすまねえな。谷の奴が死んだ。ついさっきの出来事らしい。宗司、やったのはお前か。自重しろって言ったはずだ。僕じゃありませんよ。一体どこで、どうやって殺されたんです。八坂神社を出たあたりで何者かに切り殺されたとのことです。遺体からは酒の匂いがしたらしく、おそらく祇園から帰る途中だったので、死体を見つけた町人から町方に連絡があり、伊藤派の大使がすぐ確認に向かったそうです。山崎、お前は谷の遺体を確認してねえんだ。ええ、大使から報告は受けましたが、まずは副長にお知らせするべきだと判断しました。死体の見分は伊藤派の大使で行っているとのことです。谷さんがやられたってことは、相手は相当の手だれだな。酔っていたせいもあるとは思いますが、谷さんも立場上突然の襲撃には備えていたはずです。沖田さん、今日の夕方から今までどこで何をなさっていましたか。さあね、覚えてないな。沖田さん。おい、今は冗談を言う場じゃねえってことがわからねえのか。知ってるよ、それぐらい。別に冗談を言ってるわけじゃないし、大体僕が切ったんならはっきり谷さんを切りましたって言うに決まってるでしょ。いうことを言うんじゃねえよ。事情を知らねえ奴らが聞いたら誤解されるだろうが。だって本当に殺してないし、見てよ、返り血だって浴びてない。それでも疑うんなら僕の刀を調べてもいいよ。刀や返り血の有無だけでは無実の証明にはなりません。別の刀を使うなり、着物をどこかで着替えてしまえば済む話ですから。つまり僕が谷さんを殺したって言いたいの。いちいち突っかかるんじゃねえ。まさき、確認のために聞いてるだけだ。なあ土方さん、死体の見分を伊藤派の連中だけでやるって。もし犯人が伊藤派の連中だったら、奴らにとって都合のいい証拠をでっち上げられる可能性もある。伊藤さんたち、僕が犯人だって言いふらすつもりかもしれませんね。そうなるんなら、いっそのこと伊藤さんを切っちゃおうかな。谷さん殺しの犯人ってことになったら、僕どうせ切腹させられるでしょうし。宗司、言葉を慎め。ああ落ち着けよ。焦
焦って動いたらあいつらは大壺だろうが。トシさん、くそ、完全に後手に回っちまったな。そもそも幹部が殺されたとなりゃ真っ先に俺に連絡が来ることになってるはずだ。外出していたのならともかく、副長は今日一日豚所におられましたしね。トシさん、伊藤さんが今日どうされていたのか分かりますか？夕方からどこかに出かけてたみてえだな。どうかしたのか？よし、伊藤さんには俺が直接話をしてくる。お前らは余計なことをせず、いつものタイムを優先してくれ。非番の奴らはできれば部屋にこもってる。なるべく一人でいねえ方が良さそうだな。ちょっとでも怪しい行動を取ったら、どんな濡れ衣を着せられるか分からない。ええ、十分にご注意。分かってると思う。谷が死んだってことは他の大使にも分かるはず。いや、承知しました。千鶴ちゃん、そろそろ僕らも部屋を出た方が。